このプログラムはすでにアンダーテイルをプレイした方向けです。まだプレイしたことのない方はまずアンダーテイルをチェックしてみませんか。デルタルーンをプレイします。そういう感じね。聞こえますか？我々は、接続されていますか？どういうこと？誰ですか？お、ハートが来た。見慣れた。結構。ハートと本体がってこと？実に結構です。では。始めましょう。うん。消されたよ。わあ、なんかめっちゃ不気味。まず、器を作るのです。好きな頭を選んでください。え？何？スキンが選べるの？マジで？え？何種類あるんこれ。これ何？血が垂れてるわけじゃないよね。どういう感じなんかがよくわからんけど。まあ、とりあえず、この辺、この違いがあんまりよくわからん。これでいこう。かわいいかも。かも。好きな胴体を選んでください。え、なんかもうちょっと女の子っぽいのないん？もうちょっと女の子っぽいのないの？なんかガタイ良くない？一番最後のにしよう。はい。好きな脚部を選んでください。脚部。どれも一緒じゃね？何が違うんかが全くわからんねえけど、太さも一緒やし。全くわからん。これでいいや。これがあなたの体です。うん。そこにハートが入ると。よろしいですか？はい、オッケー。結構。素晴らしいフォルムが完成しました。素晴らしいのか？次は、器の心をあなたと同じに作りましょう。この器が好む植物は、食物かな？甘い柔らかい酸っぱい塩辛い痛い冷たい。痛い冷たい？痛い食物って何やろ？塩辛い。塩辛い。あなたの好きな血液型は、好きな血液型 C 型 D 型とは、自分の A 型でいいや。この器が好む色は、ピンクがない、赤、青、緑、青緑微妙やね。赤にしとこ。この器に一つ、王を授けましょう。王じゃなかった。才を授けましょう。王って何？尻尾か。え、優しさ、心、熱意、勇気、声。え、声？え、それ選ばなかったらこの子声出ないの？かわいそう。優しさ、心。優しさと心って何が違うやろ？心にしよう。作品の出来栄えを見て何を感じますか？器には聞こえません。愛情、希望、嫌悪、恐怖。作品の出来栄え？作品って何？この器のこと？愛情、希望、嫌悪、恐怖。嫌悪と恐怖は別に感じんけど。希望？わからん。正直に答えましたか？うん、多分。肉体的及び精神的な痛みを受ける覚悟はできていますか？何怖いんですけど、全然できてないけど。はいにしないと進まない？家にしたらどうなる？よろしい。あ、進むのね。器に名前をつけてください。うんうん。まあ、あゆな。主人公でしょ、これ。あゆな。いや、私覚悟できてないって言ったけど、進むの？進むんすか？はい、あゆなで行きます。決定。この子女の子なんかな？別に性別とか選んでないけんね。我々がつけたこの器の名は、アユナ。では、作り手の名は？え、アユナです。あ、アユナです。私です。はい。このなんかハートを動かしていく感じかわいい。でも背景めっちゃ怖いんよね、普通に。不気味。はい、アユナ。アユナ。うん、そうです。なるほど。両者は同一と、ちゃんと判断してくれるんや。さもありなん。あゆな。ちゃんとわかるんやね。協力に感謝します。あなたの回答。あなたの素晴らしい作品は、ん？破棄させてもらう。自分が何者になるか。この世界では誰も、選ぶことは、なぜ選ばせた？お前の名は、君の名は的な。クリス？ん？クリス起きなさい。学校に遅刻するわよ。なんだか見慣れたお部屋。
ん？何？メガネ？それ。先に外で待っていますからね。私はクリスになったのね。メガネってわけじゃないんか？なんか目の周り暗、なんか暗くない？どうした？いじめられてないよね。ちなみに、はい。今回からこのデルタルーンをやっていこうと思うんやけど、見て、羽が生えたみたい、かわいい。このデルタルーンは、アンダーテールを作った会社と、まあ、見たらわかると思うけど、アンダーテールを作った会社と同じ会社が作ったゲームなんやけど、でも一応続編とかじゃなくって、全く違う別世界の話ではあるらしい。でも別世界なんやけど、同じキャラクターとかが出てくるけん、そのアンダーテールをクリアした人なら、より一層楽しめるんじゃないかと、いうふうに、開発者の言葉が。引き出しはほぼ空っぽ。でも一つだけ何か入っている。学校のクロスカントリー部のユニフォームだ。ちょっと破れている。直そう。ベッドの下に CD がある。クラシック、ジャズ、教会、音楽のスカリミックス。何スカリミックスって。テレビゲームもある。二つのコントローラーのうち一つは非正規品だ。え？パソコンデスクだ。下には古い本が詰まった箱がいくつも置いてある。これ何ストーブ？赤いカートに錆びた鳥かごが乗っている。あ、そういうこと。カートは何度もぶつかった形跡がある。これ何の跡？カーペットにシミがある。ちゃんと反応したわ。いや、なんかめっちゃ暗くない？どうした？本がたくさん並んでいる。カタツムリのお話。科学的事実。カタツムリにはお話をする能力はない。カタツムリがお庭をきれいにする？ってことはありません。人間とモンスターの歴史。著者のガーソンブームのサインが入っている。なんか、当たり前なことしか書いてなかったような気が。サボテンだ、特にコメントはない。ふんふん。引き出しにクレヨンが入っている。ラベルはいろいろ、色あせている。緑色が見当たらない。なぜ緑が見当たらない？お、鏡や。自分の姿が映っているだけ。てかなんかあれやね。景色、薄くね？自分以外の景色薄くね？扉には鍵がかかっている。あ、一応早く走れるね。な、後ろ向きで出てくるんや。排水口には白い動物の毛が詰まっている。お、アンダーテールと一緒。冷蔵庫に写真が貼ってある。写っているのは自分とママとお兄ちゃんだ。さっきのママ？でも、人間とモンスターよね。え、何？ハーフ？お父さんが人間とかいうこと？コンロにはシナモンが混ざったパイ生地がこびりついている。お、それも一緒じゃない？ジンジャーブレッド用のクッキー型が2種類、モンスターと人間の形だ。やっぱりモンスターと人間って分かれとるよね。ゴミ箱だ。なぜか花の良い香りが漂っている。あれじゃないの？別に。こう、切った花を捨てたんじゃないの？固定電話だ。でも携帯電話を持っている。え、でも、まあ、今の時代は携帯しかない家庭も多いらしいけど、昔は別に携帯持って固定電話があるのは普通だったような気が。大切なリビング用チェア、チェアリエルだ。チェアリエル？何それ？そういう名前なん、この椅子。テレビだ。今はもうコンセントも繋がれていないよ。何、見ないの？テレビ。なぜ？スマホの時代ですから？そういうことですか？教会で歌う歌の本だ。ふんふん。あ、外に出た。クリス、ほら早く。急げばまだ間に合うかもしれないわ。ねえ、クリス。今日は本当に素敵な日ね。ドヨンとした風にしか見えんねえけど。来週、アゾリエルがお休みで帰ってくる時もいいお天気だといいわね。でもあの子は大学で楽しい毎日を送っているでしょうから。こんな小さな町に帰ってきても退屈じゃないかしら。町なんやね。あ、そっか。おー、なんかすごい。てか車運転しよることがまず。あ、ほんとなんか、年音か。てか、絵がなんか可愛い。なんやろ。アンダーテールはそんなにこう、カラーな感じじゃなかった。白くらいやったっけ？カラーじゃなかったけんかな。なんかすごいドット絵でカラーなのがめっちゃ可愛いんやけど。これは？名前はトリエルなの？あ、やっぱメガネなんやね、あれ。横から見たらメガネって思うわ。ねえ、なんでそんな暗い表情なの？はい、それじゃあ皆さんいいですか？ほんとキャラクターは一緒なんやね、ほんとに。あ、クリス、お休みかと思ったら来たんですね。今月は二人一組のペアになって作業してもらうので、とりあえずみんなに聞いて誰かとペアになってください。まあ、なんかあれなんかな、アンダーテールをクリアした人的には、パラレルワールドみたいな感じなんかな、感覚では。別世界ってことは。キャラクター一緒で別世界。
クリスプだそ。あわごめんませ。テミーもうペアなっちゃったよ。テミー。何なんか尻尾で払われた。クリス、押す。お前さ、来んの遅えよ。おかげで俺、ライちゃんなんかとペアになっちゃっただろ？ははは。さっきからずっとペアルックしようなとか言われてさ、マジきついぜ。パートナー？早く探さんとな。ははは。どや、おもろいやろ。なあなあ。おもんない？ふん、悪いけど、わても相方がおりますさかい。お邪魔虫は消えてんか？なんかどこかで見たようなキャラクターがいっぱいいる。あららクリス、また遅刻かい？え？僕とペアになりたいって全然なりたくない。僕はもうクラスで2番目にできること組んじゃったからな。いや、待てよ。よくよく考えてみたら、君の個性豊かな能力はこの課題に大いに役立ちそうだ。なんつって、悪いけど僕100点取りたいから。めっちゃ嫌なやつやん。おはようクリス、どうしたの？また鉛筆なくしちゃった？いいよ、貸してあげる。キャンディースティックのやつ？それとも光るやつ？なくすような子にはちょっと落とさない方がいいんじゃないかと。え？私とペアになりたいの？そっか、ごめんね。先にバウドリー君に頼まれちゃって。多分名前的に、あの真ん中の子や。アルフィー先生に3人グループでもいいか聞いてみようか。どうする？聞いてみる？聞いてみてもらう。でもバウドリー君とかなりたくない。そうだね。他のみんなにも頼んでみるといいよ。カチカチピッピッ。戦略あり。知ってる。だろ？俺とキャッティは一戦ペアだって。キャッティってのは多分この前の子やね。最強のコンビさ。初めての体育の授業からずっと。あの日体育で使うフラフープが足りなくなっちゃって。キャッティは俺をフープ代わりに。それが始まりのストーリーさ。大丈夫？いじめられてない？え、ペア組む人いないじゃん、ちょっと。え？携帯で何を見てるのかって？もちろん授業で使う教材ですよ。ツイッターじゃない？ちょっと。あ、アニメの教材と、それから、それよりクリス、パートナー見つかった？見つかってないんだよ、それが。なんかちょっと机の中とか。他当たってくれる？僕100点取りたいんだよね。誰も見つからなかったらまたママとペアになればいいんじゃない？え、ママ？ママとペアになったの？またって。パソコンの壁紙を見た自然の風景の画像が切り替わるスライドショーだ。稀にムキムキのスーパーヒーロー2人が抱き合い顔を絡めている画像に変わる。どうした？そういうのが好きなんすか？バラが何本も花瓶に刺してある。はぁ、ペアなれんやん。ねえねえねえ。私たちのグループに入りたい？ムカつくけど、じゃあ聞いてみるね。アルフィー先生、私たち3人グループでもいいですか？はぁ、ダメダメ。そんなの認めないよ。断固拒否だよ。え、でもそれじゃクリスが。ノエル、どうしましたか？ノエルは3人目のメンバーなんていらないって言ったんです。じゃなくて私はただもし、よかったらその、ノエル、もう少し大きい声で。お？誰？あ、スージーさんおはよう。なんかより一層暗そうな子が来たんだけど。遅刻か？あ、セーフです。ちょうど今その、今月の授業で一緒に作業するペアを決めてるとこで。じゃああの子が余っとるやん。スージーさんはクリスとペアになりました。ち。あ、逆？暗そうじゃなくて不良の方ですか。じゃあみんな揃ったところで課題を発表します。何？あれ？チョーク。みんなチョーク知りませんか？チョークがなくなるのこれで3回目。チョークがないと授業始められないんですけど。知らんが。知らんよ、そんなの。探せ。みんな黙ってるなら先生にも考えがあります。なぜ誰かが隠したという考えになるの？クラス全員に責任を取ってもらいますからね。どういうこと？もしもーし。先生、確か物置にチョークの箱があったはず。もしよかったら私とスージーで。それはいい考えですね。スージーは最後に来たから、取ってきてもらっていいですか？ふん。おー、嫌そう。それからクリス、一緒に行ってあげて。スージーはちょっと、難しい子だから、ちゃんと取ってくるか心配なので。え、ノエルが行くんじゃなかったの？じゃあ、そういうことで、よろしくね。行ってらっしゃい。押し付けられた感がすげえわ。大丈夫だよ、クリス。私ずっと思ってたの。スージーは本当は優しい女の子だって。え、女の子なのあれ。あ、まあ、スージー、名前的には女の子か。だからきっと心配ないよ。なるほど。じゃあ行きますか。チョーク持ってんじゃねえか、食うなよ、おい。何？カルシウム取ってんの？なんだよ。
クリス、なんだいたのか気づかなかった。あのさ、今私が何したか見てないよな。え、見たけど。ふーん、答えらんない。なんかあれさ、一人だけロッカーなんかベタベタ貼ってない。何あれ。クリス、なんで身長さすげえな。てかあれか、人間とモンスターか。なあ、ん？いいこと教えてやろっか。どうした急に。俺はな、黙ってる奴を見るとイラつくんだよ。女の子って言ったよね。え、なに、僕っ子を超えてもう俺ですか。いや、私の友達にもいたけども俺っていう女の子。何も喋んなくたってな。てめえの頭の中は全部お見通しなんだよ。ついにやったぞ。スージーがチョークを食べてるの見つけたぞ。先生も今度こそは許さないぞ。スージーが退学になるぞ。なんだよその顔。驚いたふりか？図星のくせに。お前だけじゃない。学校中みんなが望んでることだ。よかったなクリス。お前の勝ちだよ。俺はおしまいだ。でも、おやつを食った程度で退学ってのももったいねえよな。てかなんかすごいなんかね、重大事件みたいな話やけど、チョーク食べただけやろ。クリス、なあどうせお前はチクるんだろ。じゃあせっかくだからガチでやべえことしないと損だな。なあクリス、こういうのはどうだ。てめえの顔を食いちぎるってのは、うわ化け物やん。ちょっと人殺し。ん？やめた。お前のお袋はいいモンスターだ。自分の子を墓に見せするのは気の毒だな。行くぞ、さっさと済ませようぜ。チョーク取りに行って、教室戻って、そんで、課題はお前が一人でやる。いいな。なに？答えさせて、ちょっと。答えなくていい。お前物分かり悪そうだから教えてやるよ。てめえの意見なんてな、どうってもいいんだよ。さっさと行くぞ。あれか？人間だからいじめられてるのか、この子は。ロッカーにはジョッキントングッズがベタベタ貼ってある。何ジョッキントングッズって。待っててくれるのね、一応。たくちんたら歩きやがって。ああ、わかった。誰かに手繋いでもらわねえ。ちゃんと歩けねえんだろ。け、行くぞ。手繋いだの、これ。てか、あれですか、クリスは男なの、女なの？あった、これが物置だな。ああ、つまんね。せっかく楽しくなってきたとこだったのに、もうついちまった。何が楽しくなってきたのかが全くわからねえ。暗そうやね。閉じ込められん。大丈夫？なんか出てきそうなんですけど。何？なあクリス、なんかさ、物置の中は暗すぎくね？うん、思うよ。てか、あの廊下の電気も消えたんですけど。何グズグズしてんだよ。さっさと入れよ。意外とビビリなのね。気にせんのかと思った、そういうの。わあ、だから、これだから下手れは。そんじゃあ、二人で同時に入るぞ。暗すぎやろ。てか何、髪が落ちたんあれ。ほら見ろ、別に怖くもなんともねえし。古い髪こそが落ちてるだけじゃねえか。とりあえず電気のスイッチ探そうぜ。めっちゃスタスタ行くやん、急に。そこ壁？ではないのね。あれ、おかしいな、スイッチがない。もっと奥の方か？なんかすげえ閉じ込められそうな感じが。え、広くね、物置。なあ、物置ってさ、普通こんなにでかいか？いやね、思ったよね。そろそろ奥の壁についていい頃だよな。え、なに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 ？なあ、クリス。この物置はあれだ。壊れてるっぽいな。物置が壊れてるとは。だって壁がねえもん。よし、もう十分だろ。チョークが欲しけりゃアルフィーが自分で取りに来ればいい。帰るぞ。帰れる。あ、帰れるんや、ちゃんと。へえ！しまった。ちょ、おい！ふざけんなよ、開けろ。開け。風？地震？床が、なくなる！おー、そういう絵もあるんや。そこに関心。何？落ちた？え、これでなんか、別世界へ？誰？誰？なに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 ？合体した？これクリス？なんか、戦士みたいな服着てない？
とりあえずこっちに進んでいけばいいんかな？あ、セーブポイント。時折現れる明滅する光。それは自分だけに見える光。まるで吸い寄せられるように思わず手を伸ばし、セーブ。クリス。あれ？英語表記？あれ、アイロンになったよ。ん？もしかしてこの子私が最初に作ったアイロンってこと？そういうことではない？ちょっとよくわからんけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。 やっぱ普通にこうワクワクして楽しいんやけど、なんやろ、アンダーテールに比べてなんかダークじゃない？めっちゃ超ダークじゃない？いや、アンダーテールはアンダーテールでなんかこう明るい中にダークが見え隠れしとったけど、なんか今回ねダーク要素が強めな気がする。